皆さんこんにちは。今日はですね、ポリプ水槽のポリプテルスについてちょっと語りたいと思うんですが、なんでこの動画を撮ったかというと、結構ねこうポリプテルスがね泳ぎ回っていたのでこの動画を撮りました。ポリプテルスを語ると言ってもこの短い動画ではポリプテルスは語りきれないので、今回ねこのなんでポリプテルスが泳ぎ回るのかっていうことについて2点ほど自分の試験を述べたいと思います。まず1つ目は餌をあげた時ですね。浮上性の餌でも沈下性の餌でも一緒なんですけど、餌の匂いにね釣られて、あのじっとしてたポリプたちがこう動き回ってきます、餌を求めて。それがまず1つ。2つ目は水替えの後ですね、直後ではなくて水が落ち着いてくる、まあ、5時間後ぐらいからですね、明らかにポリプたちは泳ぎ始めると思います。もちろんこの2つだけではないので、皆さんのご意見も聞かせてもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。